バッターボックス岡本。ジャイアンツこの回2点を入れています。さあ4点をリードし、なおもリードを広げるチャンスです。今のはバッターよく見ましたよね。はい、ストレートわずかに外れてボール。打った、スタンド一直線、文句だ、入った、ホームラン、ツーランホームラン、素晴らしい一振りでした。高めに浮いたストレート、打ち返した打球は大きな当たりとなってスタンドに届いていきました。追加点が入りました。ジャイアンツ6対0になりました。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、ベンチではチームメートに祝福され喜びを分かち合っています。期待通りのバッティング、追加点となるホームランが出ました。ナイスバッティングですね。これは勝利に近づく追加点になったと言えるでしょう。岡本、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。いやー、ナイスホームランでしたね。ここは気持ちよく打席に入ってるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。ワンアウトになっています。最初は変化球できました。高めの球、ストライクになります。148キロ、セーフ。さあ3球目は何か、痛烈な打球、スタンド一直線、突き刺さった、ツーランホームランが出ました。大量リードをさらに広げるツーランホームランになりました。高めに浮いたストレート、しっかり引っ張った当たりはスタンドまで届いています。追加点が入りました。ジャイアンツ9対0。いや、インサイドの難しいボールでしたけど完璧に捉えましたね。そうですね、ベンチではチームメートに向